はい、続いてはアワシ、こちら僕が熱血再発を通ってた時に紹介させてもらったものなんですけど、この主人公青井葦人の、まあ、その物語なんですけど、その愛媛からその東京の J ユースって、僕もサッカーあんま詳しくないんですけど、その J リーグの下部組織、中学校高校とかあると思うんですけどの高校のセレクションを受けに来ないかって、そこの高校の監督に誘われて愛媛から受けに行くっていうのが一家の話なんですけど、何が面白いっていうのはめちゃめちゃサッカーに細かく書いてあるっていうのが、だから僕もサッカー全然知らないですけど、その高校サッカーだったりその J ユースの話だったりっていうのが、まあ、これ読めばすごい分かりましたし、分かりやすかったなって。結構シンプルにお金の話も出てくるんで、その寮費がいくらだったりとかで、結構まあ感動というか、まあ、これも結構頑張ろうと思える本なんですけど、その愛媛からやっぱ一人で東京に行くっていうのは、多分まあ今の高校生だったりとか、まあ、僕ぐらいの年齢とかでスポーツやった人って結構寮生活とかってあると思うんですけど、その親元を離れて自分で成長していくっていうところが、まあ、すごい結構心に来るなっていうのがあって、でこの葦人っていうのは、そのフォワードって点を決めるポジションの選手なんですけど、点を取ることしか考えてないんで、フォーメーションだったりとかサッカーの戦術っていうのを全く学んでこなかった選手なんですけど、それをそのユースに入ってから何も知らないまま入ったんで、周りからもう下手くそだったりとか、お前はサッカーのサの字も知らんっていうのを言われるんですけど、でこのセレクションで入ったっていうのと、そのユースの内部上がり、小中高とどんどんどん上がっていったっていうのの最初派閥みたいなのを見た時に、僕もこんなんあったなと思って、高校の時にその軟式野球部出身なのか、そのシニアって公式でやってきた中でって、まあ、やっぱ公式シニアでやってたやつがなんかちょっと偉いじゃないですけど、まあ、やっぱ自分たちのが早くその舞台に来てるみたいなとこで、なんか上に来られてるのがあったなとか、まあ、やっぱシニアのが偉いみたいな風潮があったんですけど、この本でもやっぱそういう感覚だったりとかがあるんで、やっぱ自分今高校生とかが読んでもまあ純粋に面白い漫画なんですけど、大人が読むとやっぱ懐かしいなって思えるような漫画になってるので、まあ、まだまだ続いてるんで、まあ、僕も楽しみにしてる漫画なんですけど、本当自分と重ね合わせて読んでみると、まあ、また面白いなと思ったので、ぜひ読んでみてください、はい。次は砂時計、これもやっぱめっちゃ結構有名な漫画なんですけど、僕小学校の時多分ドラマやってたんですよね。それを思い出して大学ぐらいの時に買ってみてハマった漫画なんですけど、簡単に説明すると、主人公のアンがお母さんの離婚をきっかけにお母さんの実家の島根に帰って生活する話なんですけど、その島根に帰る時に、サンドミュージアムに一年砂時計っていうのを見て、アンはやっぱ1年って長いんだねってお母さんに言うんですけど、お母さんはめちゃめちゃ1年は短いって話をしてて、でそこで思い出に買ってもらった砂時計を大事にするっていうのは、まあ一家の話なんですけど、それ島根に帰った時に、その周りがおじいちゃんおばあちゃんばっかりで、田舎にはそのプライベートがないっていうのにすごい嫌気をさしてたアンに、初めて会ったのが同い年の大悟、簡単に説明するとその2人の恋愛の物語なんですけど、でその島根の中でその大悟ともう一人藤君っていう男の子が出てくるんですけど、それがめちゃめちゃボンボンで、もう屋敷というかに住んでるようなすごいボンボンで、そこの妹の秀香っていうのと4人のその恋愛と成長の中でやっぱトラブルが起きてる、それでまあ 最終的にはそのアンが大人になるまで、その中学校から大人になるまでの話なんで、もう本当今読んでも面白いですし、まあ、まだ高校生とかが読んでもすごい面白いなと思うので、僕的には今この年自分が大人になってから読んでみるとまた面白いなと思ったので、まあ、僕ぐらいの年齢だったりとか、まあ、一応読んだことあるって人もまた読んでみたらすごいまあ捉え方が変わってくるかなと思うので、ぜひ読んでみてください。はい、続いては友達ゲーム、これもまあ一回映画化したりとかして、まあ、メディア化したの結構有名なんですけど、この主人公の雄一っていうのがその両親がいないんですよね。両親がいないですごい金に困ってる、まあ、金に困ってるんですけど、でもその両親、お母さんが死ぬ前に雄一に託した言葉が、お金よりもやっぱ友情の方が大事だよって言
を残してお母さんが死んだんですけど、そんな時に優一修学旅行に行こうとして7万を頑張って稼いだんですけど、その修学旅行費を預けた先で学校の教室で修学旅行費200万がなくなったんですよね。その時に、まあ、その集めたのが優一の友達だったんですけど、で、まあ、さっき今金ない優一は疑われるんですけど、まあ、でもそんなことはないと、みんなこいつは頑張ったのは知ってるって話してて、でそんな時にある日学校に友達から手紙で呼び出されたんで行ってみて遅いよみたいな話するんですけど、そこで、まあ、ある場所に連れてかれて友達ゲームっていうのがスタートするんですけど、それは友達だったら誰でもクリアできるっていうゲームなんですけど、最初に借金2000万を4人で山分けさせられるんですよ。それは誰かの借金なんですけど、友達だったらみんなで山分けできるよねみたいな感じで、で2000万を山分けして、でゲームをクリアしてるごとに賞金が出るんで、その賞金で借金をゼロにして、まあ、友達仲良くクリアしましょうっていうゲームが始まるんですけど、そのゲームの題材として、そのなんですかね、人間不信じゃないですけど、まあ、その友達を疑わなきゃいけないようなゲームっていうのが出てくるんですよ。最初のゲームはこっくりさんなんですけど、まあ、出題は簡単、日本で一番高い山は富士山で、はいかいいえかで答えるんですけど、友達5人が全員はいにしたらそれははいに動くんですけど、誰か1人でもいいえにしたらいいえに動いちゃうんですよ。ではいに行ったらゲームクリアってやつなんですけど、その間は喋っちゃいけないっていうルールがあって、そのルールの中で出題者だけは喋るんですけど、問題のところにそのいいえに行ったらあなたの借金を半額にしますっていうのが書いてあって、で5人のうち4人が最初いいえに動いてしまうんですよね。その中でやっぱ友達だったら誰もがハイに行けるのに、やっぱ金がかかってくるとやっぱ友達をも裏切ってしまうっていう、そういう話なんで、そういうゲームがどん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 続いてって、まだまだ終わってないんでどんなオチになるか分かんないですけど、そういう友達ならクリアできるっていうのが題材で、友達と金どっちを取るかっていうのが題材の漫画です。次は鋼の錬金術師。これはもう本当めちゃめちゃ有名なんで、まあ、僕はあんま紹介するまでもないかなと思うんですけど、まあその主人公兄弟なんですけど、一人が鎧、もう一人は右手と右足があの金属でできたオートメールっていうのでできてるんですけど、なんでそうなったかっていうと、錬金術っていうその物質をその術によって他のものに変えるっていうのがあって、そういうまあ術があるんですけど、まあ、難しいこと言ってもよくわかんないんで、透過交換っていうのが題材なんですけど、そのないものからあるものは作れないけど、あるものから別のものにはできるっていうのが、まあ、大前提なんですけど、それでまあ大好きだったお母さんが亡くなっちゃうんですよね。でこの兄弟はもう一回お母さんと話したいっていうので、絶対にやってはいけないんですけど、そのお母さんを作ろうっていうところから話は始まるんですけど、でそのお母さんを作るためにその人間の材料、炭素だったりとかそういうのをバーッと調べて、そのやっちゃいけないその錬金術っていうのをやってしまった代償が、弟は体全部で、兄貴は 右手と右足っていうのを取られてしまうんですけど、でこので取られた後に弟の魂だけで持っていって、近くにあった鎧に魂を、何ですか、弟の魂を鎧に引っ付けて今一緒に旅してるってところ始まるんですけど、でこの2人の旅はその自分たちの体をまた取り戻す、自分たちがやっちゃいけないことをして奪われてしまった体をまた取り戻すっていうために、賢者の石っていう、その本当はないものからあるものを作ることはできないんですけど、その石さえあればないものからあるものができるっていう噂を聞いて、その賢者の石を探す旅を2人でしてるんですけど、まあ、その中でいろんな街を旅しながらいろんな事件だったりとか、まあ、戦いだったりとかが起きるんですけど、まあ、一巻で僕が一番最初に好きだった言葉が、その宗教みたいなにハマった街の教祖が、まあ、その 偽物教祖だったみたいなところを暴いて2人で打ち破るところがあるんですけど、その教祖をずっと信じた女の子が、私はこれからどうしたら生きていけばいいんですかってこの2人に聞いた時に、このお兄ちゃんが、もう立って歩け、前に進め、お前には立派な足がついてるだろうっていう言葉が僕はめちゃめちゃ好きだったんで、なんでそういう学ぶことも多いですし、まあ、ストーリー自体もすごい面白いんで、まあ、僕が紹介するまでもないですけど、本当有名な作品ですけど、ぜひまたみんなに読んでほしいなと思いました。